ね、藤井さん2次予選の10レースでしたけど、ちょっと我々びっくりの1着ですが、本人としてはどうでしょう。まあ、同期のスターを倒したので、うん、まあ、良かったは良かったですけど、うん、やっぱりまだ高橋の方がやっぱりレース前ですし、はい、僕はちょっとビビってボテボテ踏んで変なタイムが出ちゃったんで、うん、後ろではちょっと迷惑かけましたけど、まあ、しっかり1着取れたので良かったです。やっぱりその115地の中で新谷さんが一気に上に行ってっていうのは、そうそう、高橋がやっぱり同期のスターなんで、うん、僕は遅れてきた転校生みたいな感覚としては、はい、感覚としては、うん、同い年の同期になるんですか。そうですね、同い年ですね、うん、まあ、その中で本当、まあ、これからっていうか見据えていくためにも、そうですね、僕は A 級が長かったんで、うん、まだちょっと A 級の走りがちょっとこびりついちゃってて、うん、もうちょっと流れに、スケートの流れに行って走りたいですね。やっぱりその初めての記念、まあ、S 級2場所目だけど、やっぱり収穫というか得るもの、感じるものあります。そうですね、まあ、流れにはちょっと乗れてなかったところも多かったですけど、うん、しっかり出切りなのかな、それで1着取れて、うん、まあ、得るものはありましたね。まあ、そうですね、師匠もこの前だったから準決勝に上がってたんで、はい、僕も準決勝乗ったぞって感じで、そういうの励みにじゃないですよね。そうですね、褒めてもらえるかな、褒めてもらえるかなと思いますよ。まあ、115地の人たちが先行ってるところを追っかけていって、より上回る一歩にできるように。そうですね、やっぱり僕は一歩二歩ぐらい遅れてるんで、うん、これから長い経歴人生の中で何回戦うか分からないですよ、ね、うん、どうしようかと、まあ、なるべくは勝てるようにしたいですね。また一歩一歩頑張って、はい、ありがとうございます。